そしてお待たせいたしました僕がグリコスワのジョン・マスコット30周年つなぎょうです。マクロ30周年おめでとうございます。では皆さんご覧になっておいご覧いただきください。よろしくお願いします。それではつまくろの今日の一言は一体どうなんですか。まずはこの方からつまくろへお祝いのメッセージが届いております。どうぞご覧ください。広島の名誉を行う一気におすすめです。つまくろ先輩デビュー30周年本当におめでとうございます。すごすぎてちょっと言葉にならないんですけど、コロナ禍以降なかなかこう今回からのシーンがなくなってしまいましたので、いつでもウェルカムで絡みに来てください。そしてずっとクリーンバー成功しないかなと願って集まっています。いつの日か成功することを願ってこのベンチからご覧になりますので、絶対成功させてください。本当に30周年おめでとうございます。ぜひご利用ください。それでは続きをいいですか。今日の仕事行きましょう。はい、本日のパリオリンピックは終わりました。お疲れ様でしたね。まあ、今日もお会いしましたが、毎日毎日感動ありがとうございました。メダル取った人、残念ながら取れなかった皆さんもものすごく偉いので金メダルをあげたいです。怖い怖い怖いな怖いな。ありがとうございました。スタジオで2024デビュー30周年キングとスワローズに恋した30年真夏の大冒険ドアラも一緒のスリーベースです。いやーいいですね。時点で雨マークでしたけれども、はい、見頃の行いが良すぎるのか、スリーベース初めてです。いやー、天気ってまた、スリーベースはお祝いコメントもたくさんあるそうです。早速ね、各選手が何を言ってましたけど、つば九郎も誰からもらっているのかわからないんですね。じゃあ、サプライズになりますね、つば九郎ね。はい、皆さんも2人間のコメントにご注目ください。はい、ご注目ください。トム・クルーズ、セリーヌ・ディオン、フワちゃんはヒーローです。オリンピック、そしてオリンピック期間中逃がしてください。皆さん来るのない、ね、はい、試合と合わせてください。お楽しみください。それでは、もうもなく、両チームスターティングラインナップの発表です。